イエーイ。さあ今日は私ともう一匹うるさいやつがいます。普通にマジのリアル友達と今日はうちとでします。女子旅、女子旅、日帰り女子旅。シレット初登場のリアルガチ親友。どうもこんにちは。名前何にする？名前なんかいいと思う。なんかいい、なんかいい、かわいいやつ。かわいい、なんやろ。小粒に近いやつがいい。小粒に近いやつ。小粒、小粒に近いやつ。豆粒。小豆、小豆、小豆、小麦、小麦粉。いいのそれで。いやだ、いやだ。じゃあ友達 A です。ゆりちんでーす。ゆりちんでーす。結局名前かい。ということでですね、私はちょっと旅をね、今一時中断中でして、もう行く先が全部積雪で全くバイクで走れないので福岡戻ってきてるんですけど、福岡に戻ったらね、毎回もう月 1,2 ぐらいで遊びに行くガチ友達でございます。で、今日はね、なんで動画を回したかと言いますと、なんと福岡からですね、私たち長崎の方に向かっております。イエーイ。動画するからね、動画撮らんのって言われたから、ね、え、回していいとYouTube 撮っていいとということになりました。で、なんで長崎に向かってるかと言いますと、この時期にしかやっていない長崎中華街の中のランタンフェスティバルっていうのがね、開催されるみたいで、私行ったことないんだ。行ったことある？ない。初めてやん。楽しみやん、それは。ということで、今日はだから超ゆるゆる、本当に普段の、あとマジでもう何言っても笑ってくれる超楽しい友達なんですけど、そんなことはないんですけども。超絶ゲラの友達と行く女子旅、女子旅お送りします。イエイ、レッツゴー、レッツゴー。でももう半分ぐらい進んで、もう佐賀のサービスエリアに来たんだけど、佐世保バーガーあるやんつってサービスエリア泊まったらさ、下りになくてね、上りにしかないっていう。向こうにしかバーガーないっていう。食べれる側にね、見えとるんやけど、何もなくて結局梅ヶ谷餅買いました。梅ヶ谷餅太宰府じゃないけど。そうなんだよね。太宰府名物なのに。あ、もう気にせず食べて。あ、ちょっと一口頬張ろう。え、食べり先ってか、あと横から行くね。うまい。これはよかった。あ、うまっ。私はですね、旅の途中にこのゆりちんのね、結婚式のために一回帰ってますから、うん、福岡に。ありがとうございます。旅の途中で、うん、いや本当はね、ゆりちんの結婚式までに旅を終わらせようっていう目標で動いてたんだよね。うん、だからさ、やっぱ全然終わらんかった。で、今どこまで行ったんだっけ。次京都から始まるぐらいかな。あとはもう日本海側走って福岡に戻ってきたらもう達成なんだけど、日本海側もう雪国だからさ、今すごいの。うーん、積雪してて二輪はちょっと走れないのでお休みしております。なるほど、うん、怖いね。確かに怖い。ちなみにゆりちゃんは全く乗り物とかあんまそういうのね、分かんないもんね。そうね、バイクは分かんない。でも車はでかい車が好き。大きめの車に乗りたいなって夢があります。もう私さ、ゆりちんがさ、でかい車が通るたびにさ、周り車でかいっちゃけどって言うのにマジ好きなんよ。その言葉待ちだから。言葉待ち。車めっちゃ大きくない？バリでかいっちゃけど。車バリでかいっちゃけど。今日は旦那氏置いてきていいんですか？うん、もちろん。もちろんお借りします。何言っても笑ってくれるって最高の女やろ。いやでもさ、こんだけさ、すっごい笑顔が素敵な女の子だからこそ、喧嘩した時マジ怖そう。あとか言ったらマジ怖いよね、こんなんで。こんなんではやばい。こんなんで。こんなにニコニコしてるのに。怒らないからね。怒らせたらもう終わりって感じ。怒らせたらもう。ゆりちんを怒らせたらもう、この世の終わりって感じ。それやばい。ということで、もうね、長崎の高速降り場まで40分ぐらいになった。早いね。早い。マジずっとこんな感じで永遠に喋ってたね。いや、マジで。あっという間。合流した時から永遠喋ってた。そうよ。合流してから目的地まで2時間かかるんだけど、今のところ1時間20分ずっとこれ。最高すぎ。すごくない？いつもありがとう。いや、こちらこそありがとう。今日楽しもうね。楽しもう。
もうすぐ中華街だよ。イエーイ。マジでずっと喋ってたね。あっという間に着いた。やばいよね。口唇乾燥したもん。喋りすぎて喋りすぎて。塗り。塗る。5分に1回塗り。ちゃんと。わあ、てかめっちゃ混んでる長崎市。いや多い。すごい。土曜だもんね。こんな多いと長崎って。いや、ランタンフェスかなみんな。絶対そうやん。やっぱそんなに。駐車場がやばいかも。ヘイヘイ。着いたね、やっと。着きました。マジ30分ぐらいさ駐車場探しでさまよっててたまたまマジで目の前に止めれたね。止めれた。奇跡的に目の前で開いてね。すごいことになってますよ。いや本当に。じゃん、中華街ど真ん中。あ、ここ入り口。入り口はね、なんかいっぱいあるんだけど側道からのちっちゃい入り口。すごい。本ちゃんが多分向こう側にあるんで。なるほどね。すごいことになってる。おお、絶対夜綺麗だね。すごいすごい。いいやん。ワクワク。これはちょっとさ、女子会だからさ、せっかく可愛い格好してきたんだけど、撮影するから。機材バッグでさ、台無しなんだよね。確かに確かに。これを見たらガチでカメラ持ってきてよかったって思った。本当？うん、いっぱい撮ろう。いっぱい撮って食べ歩きしましょう。食べ歩き、食べ歩き、食べ歩き。やばいやばいやばい。めっちゃえぐい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 。すごいことだって。いや、まずこれ何？これねえ、角煮まんとかさ。食べたいんだけど。食べたいね。すごい並んでる。でもみんな。漏れてますよ。漏れてる。やった。来ました。正面すごいことになってる。中華街入り口の門でございます。こっちすごいね。すごっ。初めて来たな。これも明かり灯ってるから夜綺麗そうだね。ね、いい。ちょっと向こうの川沿いが気になる。すごいいい感じ。綺麗。可愛いピンクで。モデルっぽくお願いします。モデルっぽく。モデルっぽくお願いします。はい、長崎ランタンフェスティバルにやってきました。イエーイ。ゆりちん可愛いよ。はい、どうぞ見てください。ピンクです。ゆりちん可愛いよ。すごいことになってます。3年ぐらいこんな景色を見てなかったね。あ、これ自体が超楽しんでない。うちらまだそこのオブジェ撮っただけなのにさ、相当楽しんどったよ。もうめちゃめちゃ楽しんだから。突入します。込まれてくし、多分全部行列やろう。わあ、綺麗。いいね。すごい行列だ。いやー、全部。思ったより。焼き餃子。ちゃんぽん。ちゃんぽん。ちゃんぽん。揚げ餃子。春巻き。ここ角煮まんじゅう。あ、角煮、角煮、角煮。角煮食おうよ。食べる食べたい。食べたい食べたい。食べたい食べよう。食べよう。食べよう。小籠包もある。小籠包も食べよう。わあ。やったー。やった、食べます。やったね。やったね。どうですか、お味は。角煮。柔らか。美味しい。美味しい。イエーイ。いただきます。うん、うん、うまいね。角煮。角煮。さっきめちゃくちゃとんでもない行列ができてた謎のお菓子なのかな、これ。なんやろ、よりより。よりよりっていうお菓子を買いました。あっかん。飽きませんけど。謎のお菓子。実食。あ、待って、もう硬い。硬い？
嘘。あ、食べれんや。食べれない。あ、硬い。あ、無理、ダメ。あ、嘘。これ、硬いやつ。あ、硬い。うん。やー。俺と半分かしないんだけど。ASMR。あ、いい音しますね。すごいね、マジ硬い。ちょっとなんかめっちゃ音するから来たらさ音の鳴る方にバチバチにメインっぽいところがあったんだけどメインだと思ってたところが違いましたね今入り口とはまた真ん中あたりがすごいことになってる。うわすごっ、すごっ、すごい中央広場みたいな感じ、ステージが、すごい、何やばいよ。これどうやってどこからどう入ったらいいとこれもうすごすぎて中すごそうだね。あの中、うん、ね、中行きたいよね。行きたいけど人がすごいことになってる。入れんことだったな。入る、せっかくだしマジで何があるって感じやな。なんとも言えない表情し、すごい顔だな。小さなのか本当に。今から始まるよ。本当や。じゃーん。結局屋台飯を買ってしまった。すごいボリューミーなポテトや。ロングポテト。もちもちロングポテト。全然中華関係ない。もう疲れたもんね。人多すぎてね。ちょっとどっか道の端っこで食べちゃいましょう。長くない？長い、バリ長い。すごいね。すごい、これでお腹いっぱいになりそう。なりそう。結構ボリュームある。夏祭りや。うん。なんかありおる後ろで。めっちゃ盛り上がっとうけど入り口がわからんのよ。向こう回ってみる？うん。まずは。平成15年4月に創部され、今年は周りが暗くなって綺麗になった。綺麗になった。ランタンをちゃんと撮りたいと思います。
関係ないまたこのねフルーツ大福が気になっちゃってね、ついいちご大福です。ついいちご大福買っちゃいました。いただきます。すごい、これどうやって食べよう。うん、すっごいです。お、いいね、うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。私も食べよう、うん、食べて、行くぜ。うん、どうですか、ストロベリー全然中華食べてなくない。食べてないきれいになったね。サービスエリアにさ、寄ってさ、なんかしよう。いいよ。なんかしよう。取れ高ある？大丈夫？取れ。うちのリアル友達、取れ高とか気にするようになってきました。急にこの 2,3 時間で、YouTuber 根性が身についてしまいました。帰ろう。超渋滞です。いや、思った。頑張りましょう。まあ、うちは喋っとけばあっという間だから、渋滞も。確かに。何のそのや。うわー。すごいね、電車も人が。わお、見て、すごい電車。じゃ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 ーん、ジャンパーン、イエーイ人が多すぎて大変でしたが、離脱してきてね。結局、上り方面の方になんとちゃんぽんがあったので途中休憩でございます。もう佐賀県に入っているのですが、長崎ちゃんぽん佐賀で長崎ちゃんぽんを食べます。いただきます。美味しそう。野菜がすごい、すごいね、ボリュームがすごいよ。美味しい。うん、さ、言うて結構食べたよね。食べた。はい、ということで、はい、なんか全然暗かったんで、もうカメラ回さずにいきなり2時間半後ぐらいに飛んできて帰宅しました。どうか、ただいま。ただいま。あっという間。あっという間でした。ということで、本日はガチリアル友達と行くゆるゆるランタンフェスティバル長崎プチ旅行編でした。まあ次は、まあよく合ってるんですが、動画は次はいつ出るか分かりませんけども、はい、皆さんゆりちんの幸せを願ってくださいませ。よろしくお願いします。これからもコツブよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。末永くよろしくお願いします。はい、おそろでした。おそろでした。おそろでした。それおそろいです。これ